ガンモドキはい、どうも、デビルです。今日もバンティやっていこう。さあ、本日で104シーズンが終わるということで、恒例のランキング見ていきましょうか。ちなみに今回、新しい試みとして、ランカーさんの中で一番キャラのパーセントを上げてる人、はい、ここのパーセントのことですね。これ、何パーセントなのか、そしてそのサポートってどうなってんのみたいな話もお伝えしていこうかなと思ってます。楽しみにしてて。はい、早速行くんだけど、もうね、1、2、3位は、一気に行きます。はい。1、2、3位、こいつだ。はい。お、リンキング、カイドウ。ちょっとどいてもらっていいかな、そこね。1、2、3位、ずっとあなたたち独占してるからさ。ちなみにね、順位は、キング、オリン、カイドウの順で、94票、79票、68票というね、もうなかなかの僅差でしたね。はい。今回トップ200位まで調べてるんですけれども、ただ、100位までだったら、オリンが1位なのよ。ね、オリンが1位なんだけど、200位まで行くと、キングが一気にね、票を伸ばすという変な現象が起きてます。まあね、掃除であんまり変わらないってことだね。さて、まあ気になるのはここからですよね。ここからはね、マジで差がなくなりますよ。はい、じゃあ行きますか。4位はですね、31票で、この方レッドシャンクスー、いやー、帰り咲いた、帰り咲いた。これまでさ、トップ10にも入ってなかったのに、一気に帰り咲いたね。もうね、超フェス、この子出た時はね、もう1位独占しすぎて、もう嫌われちゃったんだけどね。不思議なもんでね、今は結構応援する人がたくさんいるというね、なんとも不思議な環境ですね。はい、でね、これはもう運営さんによる復刻へのいざないがもう始まっちゃってんじゃないの？続いては第5位なんですけれども、24票ということで、デュエンメズル。まあ、トップ3なんかと比べるとね、差はつくものの、これまでより確実に上がってるよね。僕の印象なんだけど、1位は取れないけど、かなり安定感のあるキャラクターっていう印象かな。ちなみに、私もガチパで使ってます。さあ、テンポよく行こう。第6位は、はーい、ユッティー、ユッティー、うん、なんか納得、うん、納得の6位。なんかぽいよね。6位っぽい。5位でも7位でもなく、あんたはなんか6位っぽい。さあ、続いて7位なんだけど、誰だと思うみんな。最近出た、あの超フェスです。はい、金龍ヤマト、金龍、金龍、金龍ヤマト。15票ということでね、これってどうなんですかね。運営さんはこの程度と想定していたのでしょうか。多分なんだけど、もっと増えると思ってたんじゃないかな。だってさ、今回フェス限で、このウソップとナミが出たんだけど、2人とも強化状態の解除と、通常攻撃がスキル含めて遠距離攻撃持ちだったじゃん。だからヤマトとシャンクスがガッと増えると思ってたと思うんだよね。そこにこのね、フェス限出したらみんな引くんじゃねって思ってたと思うんだけど、思いのほかね、増えずに、やっぱりオリン、カイドウ、キング、このあたりがまだまだ使いやすかったな的な感じだと思うんだよね。どうよこれ。さあ、そして8位に行きますか。8位はだいぶ昔のキャラクター、まだまだ遡る、まだ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 、あ、ごめん、行き過ぎた。あ、いた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 。はい、ガンモドキ。君はすごいね。なんかね、なんかさ、トップ10からガーンで外れちゃったと思ったらまた上がってくんだもん。なんなの、不死鳥なの。不死鳥マルコでいいよ、十分。いやー、かっこいいよね。今後1位になることはないと思うんだけども、でもいい、僕は君をずっと愛するよ。おいおい、食いすぎ食いすぎ、おい、飲みすぎ飲みすぎ。はい、じゃあ最後ね、9位が2人います。それがまず1人目、クラッカー兄さん。頑張っても勝てない奴がいるべちゃうキャスター。あのセリフ長くね。クラッカー兄さんはもうね、ほんとオリンでやってる時はマジで戦いたくない。はい、そしてもう1人、なんとウチューメンナミ。ヘッドの痺れにガチリください。ナミはね、出て楽しそうではあるよね。やっぱこの雷帝がなんか楽しそう。ちなみにこれは悲しいニュースなんですが、新フェス限のウソップさんは一人もいませんでした。だってさ、もう強い弱いの前にさ、レッドウソップにそっくりなんだもん。スキルとか攻撃も一緒じゃん。だからさ、手抜きウソップって呼んでるのさ。はい、ということで、ランキングいかがでしたでしょうか。他のキャラだとね、レイリーと白馬が11位、12位という感じでしたね。あとはね、もういろんなキャラがめっちゃいたよ。
とりあえず超フェスだとユメルフィ、ロジャー、ゼファー、アオシャンクス、このあたりがね 1,2 票ぐらいでドバッといる感じ。ただね、残念ながらヤマトはいなかったね。ヤマトはランク外でした。まあ弱くはないと思うんだけどね。むしろロジャーとかユメルフィよりかは使いやすいかなと思うんですけどね。まあ集計するタイミングにもよるかなと思います。その他でいくとマルコとかオファマスク、そしてナゴミッチ、ドフィー、シキ、このあたりがいましたね。まあちょっと前に結構環境的に良かったキャラクターたちって感じだよね。はい、そしてですね、冒頭にお伝えした一番パーセントがすごかった人がどんなサポート編成にしてたかっていうのなんですが、ちょっとね名前が見えないからスクショした写真で見せればいいんだけど、まあ、その方からしたらね勝手に使われた気分になっちゃうので、まあ、僕の再現バージョンでいきますね。はい、ズバリこちらでございます。その方ね、オリンとこの歌をパーティーにしていて、でなんとねここのパーセントが 171%。 いや、ぐいよね。 170% みんなやったことある？やった人いたらぜひ、連絡してください。僕にそのサポート教えてください。で、僕この方のサポートキャラも今そっくりそのままに再現してるんですが、なんとねこのキャラクターたち全部フルオーバーブでした。このオーバーブーストのね、このブーストの数字がこれ2とか3とかあるんだけど、これ全部3だった。これ何がすごいかって、ほとんどが星4キャラってとこだよね。このレッドルフィーぐらいじゃないかな。それ以外は確か星4キャラですね。いや、よくかけら集めたわ。本当にすごい。結構マジで尊敬レベルですね、これは。こういったね、星3キャラよりか、星4キャラね、こういった星4キャラをオーバーブーストした方がサポートとしてでもね、パーセントは上がる仕組みになってるので、なるべくここはね、星4キャラをオーバーブーストした方がいいんですけれども、それをね、10分の9でやってのけてるってもう本当にすごい。でね、キャラタイプ効果的には、どちらもね、クリティカルに関することなんだよね。はい、クリティカルダメージが増加と、こっちはクリティカルダメージが減少っていう感じなんで、おそらくね、あんまりここのキャラタイプ効果はその方重要視されてないと思います。それよりかはもうなんともこのパーセントを上げて、全ステータスをガン上げするっていうね、底上げするこういうね戦略に振り切ってる方でしたね。いや全然いいと思う。めちゃめちゃ賢い方だと思いますわ。どう、みんな絶望した？あのね、見たい方はねこのリーグスコアでランキング、はい、皆さんの見れますから、ここで見てみてください。パーセント 170% いかなくても全然大丈夫ですからね。だいたいね、僕がざっと見た中で平均でいくと 162% とか 3% このあたりに落ち着くんじゃないかなと思います。とはいえ全然 150% 台もいるし、なんならね 135% っていう方もいましたね。ただそれは片方がね、なんかね色違い結構今回いて、例えばオリンとカイドウにするみたいな形でね、赤と緑って感じで、オリンは 155% ぐらいいってんだけど、赤に寄せてる関係で緑のカイドウはね 135% とかそれぐらいになっちゃってるみたいなこともね結構ありましたね。でもさ、結構戦略としてはいいかもしれないですよね。だってオリンって、長持ちするじゃないですか。まあ出したらまあ2分は持つよね、最低ね。2分持たせてやられちゃった後にカイドウを出して、あとは裏取りに専念するみたいなね、そういうおそらく作戦だと思うんだけども、いや、めちゃくちゃありだなと思いましたね。だからね、超面白いから、みんな結構ランキング見てみてくれる？あ、この人って多分このパーティーこのね戦略で組んでんだろうなとか、キャラタイプ効果こんな感じで組んでんだなとか、あとはねメダルも見れちゃうのよね。へえ、上位帯の人たちってこんなメダル使ってんだみたいなの見れるので、ぜひね参考に見てみてください。まあそういうのね、めんどくさい人のためにね僕とかがねまとめたりするんだけど、まあ全然いいですよ、任せてもらっていいです。だって僕そういうの見るの好きだから。いや楽しいんだよね、やっぱね上位の人たち見てるとね。はい、ということで今後もねいろいろとまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録してお待ちくださいね。はい、じゃあお疲れ様でした。ピッキーチャイ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 、チャンネル登録、チャ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 ンネル登録したら